ートは159パウンド2分の1 72.3 キロです。159パウンド2分の1 72.3 キロでリングに上がっています。この3人の審判でこれから試合が行われます。10回戦です。大和武史対松柳俊典。白井さん、はい、重量級の試合だけに本当に胸がワクワクしますが、ポイントはどの辺になりますか。はい、これね、しかもね、もう勝ったのがほとんど KO ということなんですからね、あれだからもう目を離せないと思うんですよね、はい、だからもうこの球になりますとね、先ね、交代した方が有利と、はい、ということになりますね。そうですね、はい。さあ、そして具志堅さん、はい、今日はあの昼間世界ヘビー級タイトルマッチマイク・タイソン、見事な2ラウンド KO 勝ちだったんですが、おー、入ってきました。入ってきた松柳、いかがいきました。おー、すごいですな。どの辺を一番今日は期待されますか。ですね、松柳のやっぱりフックを気をつけるということですね、で、大和は、大和君はあのボクシング、はい、ね、やっぱり足を使いながら、ワンツーで、スリーフォーでボクシングすると、とにかくノックアウトが早いと思うんですよね。なるほど、はい、手を必死だと。最後のフックは松柳です。背の高い方、白いトランクスが1メートル85センチの大和、一方の濃紺のトランクス、松柳俊典です。いや、本当にね、この試合は、ね、目離せないんですよね、もうさっき言ったように、ほとんど勝利を握ったのも KO ですからね、大和はね、非常に足がいいんですよね、はい、フットワークがいいと。それであとは左のストレートですね。松柳はこれまで5勝のうち5 KO なんですが、まあ、それがあの5 KO いずれも2ラウンドまでに倒してるんで、今日だいぶ積極的のようですね。いきなり右のフック、大和も応戦してまいりました。ワンツー、速いパンチです。まあ、その追い立ちから和製タイソンと言われております。大和、具志堅さん、はい、この打ち合いどうでしょうね。いや、今はまあ互角なんですけどね、はい、お互い思いっきりですよね、これがやっぱり、まあ、積極的ですね、はい、これやっぱり最高の試合ですね。いいパンチが当たりました。このパンチが得意なパンチです。しかし、大和君がですね、はい、まあ、拳をなんかね、なんか痛めてるということなんですけどね。そうなんですね、それが心配なんですよね、練習も本当に拳をかばいながらやってるという話を本人はしていました。これは打つとね、打たれると思ったら打ち返すしね、はい、こういう面ではすごいですね、目離せない。チャンピオンでありました大和田正治選手が残念ながら網膜剥離、怪我のために引退しています。その大和田に両選手とも1回ずつ挑戦をしたんですが、ともにグラウンド KO で敗れておりまして、これがタイトル2度目の挑戦という両者、非常に最初のラウンドから気合が入った試合ぶりです。今日は世界ヘビー級のタイトルマッチが昼間東京ドームで行われましたが、夜はこの、メッカと言われております後楽園ホールでの日本での最上流級のミドル級のタイトルマッチ。右ロックアップ、やはり思い切ったパンチを振ってまいりました。打ってくるね、あのスイング、あれ強いですよ、はい、しかしあのミドル級っていうやっぱりふさわしいですね、このスピードが。そうですね、両選手ともなかなか調子が良さそうですね。白熱のうちにまずは第1ラウンド終了しています。さあ、今日はリングサイドに、チャンピオンでありました大和田正治選手が観戦をしているわけなんですが、ちょっと話を聞いてみたいと思います。どうも、現役10年間お疲れ様でございました。どうも、長いようででも僕にとってはね、すごくね短かったんで、またね、もうちょっとねやりたかったんですけどね、まさかねこの俺がと思いましたけど、はい、まあ、みんなにもね説得されて、手術を受けて、もうやめた方がいいよと、自分も納得したしね、思い残すことないつもりで
ですからね。白井さん、それにしても本当にあの沸かせてくれましたね。いやいや、もう本当に波乱万丈っていうかね、まあ実は見ていてハラハラしたりね、そしてもう綺麗なのも仲落としたりね、もう非常に見ちゃうね、もうこんな面白いね試合なかったのよ。そういう面じゃ不安がもう非常にね、引退するのはね、そうですね、おしんでますよ。歴代、はい、の言葉を一言お願いしましょう。そうですね、やっぱり大和田君はまあ、プロ、まあ、ミシェルボクシングをしてきたんですよね、急に消えたっていうか、まあ、僕にとって寂しかったですね。そうですね、だけどこれから勝負だと思うんですよ、私は人生は、はい、さあその後継者は今日はリングに上がってるわけですが、第二の人生これからも頑張ってくださいね。はい、頑張って、はい、ありがとうございます、はい、どうも本当にご苦労様でございました。はい、という大和田正治選手に話を伺いましたが、これからも本当にこの後頑張ってもらいたいものだと思います。そしてリング上では大変な熱戦が展開されております。目が本当に離せません。重量級の一戦、思い切って振り回してまいりました松柳。松柳の得意なパンチは左右のフックです。いや、これはなかなか面白い試合になりますね。そうですね、うん、これは本当に目離せませんね。松柳はちょっと大振りなんで、あとこれは見る感じで待っていました。まずは大振りだけどね、あれが当たると強いですよ。はい、まあ、今回小さなパンチを打つ練習をかなりやったということなんですが、これまでもこの左右の大きなフックで相手を倒してまいりました松柳。ねえ、まあ、とにかくフックとね、またはスイングと、ストレートの勝負ですね。はい、宮沢さん、はい、その松柳青コーナーサイドなんですが、スパーリングはちょっとというふうに試合前話していましたので、体力的にはちょっと自信のないかもしれません。短期決戦に出るようです。そうですか。右のストレートが当たりました。まあ、そうすると松柳はもう10回戦10ラウンドは考えていないという感じがちょっとしますね。あ、じゃあ、あれですね、はい、本当に短期決戦と、こういうことになるわけですね。それから本人はこの山本戦に備えまして、だいぶカウンターを勉強してきた、練習を積んできたというふうに語っています。左はパーガット、右はパーガット、いい感じだ、いいコンビネーションですね。右アッパーは今日マイク・タイソンが出した、そんな感じさえするアッパーだったでしたね。いやいや、本当にいいアッパーしましたよ。具志堅さん、ここまでの大和はどうでしょう。いや、前回と全然違いましたね。今日のスピードね、はい、このジャブ、とてもいいですね。なるほど。前回は第1ラウンドに今日先ほどお招きしましたけど、大和田選手からダウンを奪ったんですけども、残念ながら中盤でノックアウト負け受けしています。今日ですね、はい、山本君全体的なこの動きがね、とてもいいですね。フットワークもよく使ってますしね、ボクシングしてますよね。はい、いや、打ち方してる、なかなかね、全体にいいですね。はい、とにかく本人は勝ちたいです、いや、もう絶対勝ちますよと語っている大和。左ダブル、右のストレートが当たりました。的にパンチが当たりました。ワンツーはちょっと遠かったが、いいですね、この終盤の大和の攻撃はなかなかあっぱれ、そんな感じがいたします。本当に大和いいな。はい、ここで第2ラウンドを終了しました。美しい歌声に乗せて、あの愛と感動のミュージカルがこの夏日本にやってくる。チケット絶賛発売中。お求めはご覧のチケットセンターで。Romantic and intensely romantic musical. 怪しい調べが支配する愛の物語が始まる。劇団四季のオペラ座の怪人はすごいらしい。赤コーナー1位の大和武史22歳です。戦績は7戦しまして4勝 3KO1 敗2つの引き分け。今日東京ドームでの日本ウェルター級のタイトルマッチで同門の吉野博之選手がチャンピオンの坂本隆夫選手を、まあ、バンクラスといった感じで4ラウンド KO 勝ち、ジム初めてのチャンピオンになっておりまして、まあ、本人も1日にとにかく2人のチャンピオンが誕生するんじゃないかということで、だいぶ期待をしているわけなんですが、相当気合いの入った試合展開を演じております。試合は第3ラウンド。平井さん、こんなことはちょっと珍しいと思うんですかね。ちょっと珍しいですね、はい。第3は第1ラウンド、第2ラウンド、大和がちょっと優勢なんですね。非常にクリストがあってね、いいと思いますね。
松山君がちょっと目を切りましたね。なるほど、そうですね。さあ、この挑戦時から連打、左のまぶたのあたりを切っています。両者の感想を振り上げ、22歳大和、気合が入っている。このストレート、ちょっとどうでしょうか、効き具合は。左ストレート、ボディーブロー。とにかく10回は考えていないという松柳陣営。ちょっと大和のパンチに下がるシーンが目につき始めております。大和のね、この攻撃でしょ、あの足場のことですね、いい攻撃してますよ。今のところはこれまでの試合の中で最高の試合やっている、そうです、ね、連打、良い感じです。本当にもう重量級にふさわしい試合です。松柳もね、パンチありますからね、全部 KO で勝ってますからね、あの相撲は怖いですよ。松柳も勝っても負けてもノックアウトなんですね。そうなんですね。10戦のうち9試合はノックアウトで決着がついています。ただちょっとあの目の上切ったのがちょっとね、判定がありますね、強引なパンチを振ってまいりましたが、ショートの右、これは効いている。左フック当たった、右のストレート、当たる当たる、パンチが当たる、ダウン、ダウンを取りました。第3ラウンド、大和が松柳からバットダウンを奪っています。セブン、時間はちょうど1分、まだ1分ありますからね。思い切った感じだ、左フック、ショートリード打ち合いは打ち勝ってるのは大和。2回目のダウンです。かなり効いてますよね。効いてる。ちょっとどうでしょう、膝のあたりが痙攣しているか。さあ、もう1回ダウンということになりますと、その瞬間、大和新チャンピオンだが、時間は30秒。顔面真っ赤にして苦しそうな松柳、ストレート耐えるか、松柳決着をつけるか。大和ショートのパンチです。細かいパンチ、この辺はうまい。サイドパンチが当たる、左ボディーブロー、強い左、強く、なんとかクリンチ、なんとかクリンチ。松柳右のストレート、左フック、強引ですが、時間がもうほとんどないが、どうだ、動きが止まっている。右ラッパー、左、どうやら頑張りきった、頑張りきった。右のストレート、ここで第3ラウンドを終了しました。しかし苦しい松柳です。美しい歌声に乗せて、あの愛と感動のミュージカルがこの夏日本にやってくる。チケット絶賛発売中。お求めはご覧のチケットセンターで。ミュージカルのビッグタイトル、トニー賞受賞のビッグリバーが日本にやってきた。真田広之とブロードウェイスターロン・リチャードソンがその名演技を日本語で披露。チケット絶賛発売中。東方ジムの松柳俊則、戦績は10戦5勝5敗です。非常に苦しい試合になりました。大和は和製タイソンと言われているけれども、ボクシングのタイプとしては僕の方がタイソンだと評価って、改めてそのタイソンに向かって挑戦したいと、このように、話をしていましたが、さあダメージはどうでしょう。白井さん、どうでしょうね。大和が非常に落ち着いてですね、よく相手のパンチを抜いて、そして打ち込んでますもんね。すごいですよ、今日の大和は最高じゃないですか、出来が。具志堅さん、本当に冷静沈着ですね、この辺は。いや、前回とね、全然違うんですよ。よくね、よく相手を見てます。さあ、これは足を止めての打ち合いだ。あ、ストップ、ストップです。ダウン取りました。ダウン取りました。この試合、3度目のダウン。第4ラウンド、1回目のダウンということになります。鼻血も出しました。ちょっと無理ですね、これは。ミドル級の王座決定戦、左フック強い、これは強いパンチです。ショートのパンチは綺麗に当たっています。左フック、ストップだ、ストップだ。山本武史、第38歳のミドル級の王者になりました。前回の大和田戦の無念を晴らしています。大和武史新チャンピオン。